ケイデンスコールは、日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年の新潟2歳、ステークス、2021年のマイラーズカップ、京都金杯。場名の意味は、軍隊で、訓練時に昭和される、行進曲、訓練歌。2016年2月11日、北海道阿比町のノーザ山ファームで誕生。一口場主法人、サンデーサラブレッドクラブより、 総額2800万円で募集された。立党安田孝幸急車に入級し、2018年6月30日の新馬戦でデビューし、アドマイアマーズに花さ届かず2着となる。2戦目は7月29日の新潟競馬場での未勝利戦に出走し、楽勝する。3戦目は石橋治とのコンビで、新潟二サイステークスに出走し、直線外から、 一気の差し切りで重傷勝ちを果たした。父、ロードカナロアも管理した安田調教師にとっては同三区で初の重傷勝ちとなった。秋は初戦に予定していた東京スポーツ杯イ二歳ステークスを座席の影響で回避し、ぶっつけで朝日杯フューチュリティステークスに出走したが終始後方のまま13着に惨敗した。なお、このレースの優勝場は、 新馬戦で対戦したアドマイアマーズである。2019年は毎日敗から始動。上り3回最速の33.9秒で4着に、入ると自走に NHK マイルカップを選択。14番人気にアマンジルも、上り3回最速の33.6秒で2歳、王者アドマイアマーズの2着に入った。しかし、自走の関谷記念は2番人気に、 支持されながらも14着と大敗。続く、キャピタルステークスでは5番人気という評価に落ち着くが17頭立ての17着と、最下くらい負けを喫すことになり、これが年内最後のレースとなった。翌2020年は、計6層中、掲示板を確保したのは10月18日の、新越ステークスのみと不審が続いた。2021年のウインとなった中京開催の、 京都金牌では12番人気という低評価であったが、陰をつくと中段から伸びた2番人気ピースワンパラディに、3、4場審査をつけ、優勝を果たし、復活の重賞2勝目となった。自走の中山記念では、後一位相から直線で間を割って伸び、ヒシーグアスに首差及ばずも2着と構想。1600メートル戦に戻ったマイラーズカップでは、岩田康生の騎乗停止により、 古川基地用に乗り換わった。レースは前半600メートル通過が33秒台前半という超配ペースの中、先頭から離れた行為につけ、最終直線で鋭く伸びて一馬身1、4差の解消、重傷3勝目を飾った。岩田厚成に騎乗が戻った安田記念は中段からレースを進めたが直線は馬群に沈み出着と惨敗した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。